ソフトバンク 831SH は、シャープが開発し、ソフトバンクモバイルが販売する WCDMA 通信方式の携帯電話端末である。ここでは、ハロー機器とのコラボレーションモデル、ソフトバンク 831SHKT、ソフトバンク 831SHKT と、派生モデルのジェントソフトバンク 831SHS、 ジェントソフトバンク 831SHS についても述べる。ソフトバンクの2009年春モデルのミドルレンジを担う、シャープの折りたたみ端末である。820SH、821SH、8 0二 LCD 側ケースには、クリアパネルが配され、透明感が際立つデザインとなっているほか、センターキーには、スピン加工が施され、さりげない高級感を演出している。 なお、防水性能は有していない。メインディスプレイには3.0インチのワイド首がニューモバイル ASV 液晶を搭載。高円色バックライトにより NTSC 比120%という高い色再現性を誇る。サブディスプレイには従来モデルと同様に白色有機 L が用いられている。大型なメインディスプレイを搭載しつつも幅寸法は 49mm に 抑えられ、109g という軽さも、相まって持ちやすく、コンパクトな端末に仕上がっている。812SH、830SH に、引き続き、キーパッド部にアークリッチキーを採用、キーの押しやすさとクリック感を重視した。また、シャープの QXX シリーズ端末で採用した辞書キーが好評だったため、当機種にも採用された。 シャープの QXX シリーズ以外の端末では、初めてモバイルウィジェットに対応した。また、電池残量アイコンの内容が拡充され、従来のメモリによる表示に加え、残量のパーセント表示、残り使用可能時間の表示ができる。その他、最近のシャープ性端末に共通することであるが、ショートカット機能を使ったキーパッドへの機能の割り当てにおいて、 レイキーにも機能を割り当てることができるようになった。一方、待ち受け画面での0から9の長押し操作から、ショートカットを呼び出すことはできなくなっている。ソフトバンク 831SHKT は、サンリオハローキティ35周年記念のコラボレーションモデルで、ソフトバンクでは70、707SC、スワルフスキークリスタルバージョン、815T のベースモデルに続く。 第3弾目となる、コラボ端末である。また、専用製品パッケージや、専用内蔵コンテンツなどが用意されている。ジェントソフトバンク 831SHS は、シニア層を含む、大きめの文字表示、専用メニューを設けているほか、n つ t s 850、1900MHz 及び GSM、クワットバンドに対応させている。ソフトウェア更新で以下の不具合が修正されている。 ありがとうございます。